中国の発展のスローガン、モットーには平和発展、協力ウィンウィン。ということで中国自身の発展、平和的発展を実現しまた世界各国と共同の繁栄発展を実現してまいります。中国のの発展の方向 あるいは外交においては、中国の方針もはっきりと示されています中国共産党は、決闘以来、巨大な人口、国土、そして民族的多様性を抱えた国家を一つにまとめ上げてこられたわけでございまして、そのことによって、人民の生活を向上させてまいったわけであります。 そのことは大変大きな立派な歴史的な事実であって。世界的にもっともっと評価をされるべきことではないかと思っております。二十一世紀に入って以来。中国経済の持続的な急成長に伴って。中国脅威論が勢いを増した。 中国の発展は世界にとって脅威なのかそれともチャンスなのか今回の対談では日本の鳩山幸夫元首相と中国の鄭栄華元駐日大使がそれぞれの見解を述べる私自身は中国を決して脅威だというふうには思っておりませんしかしながら古来既存の大国と対等する大国との間では いわゆる月リリースの罠というのでありますが、緊張というものがつきものでございまして、30年前、中国経済は米国経済のただ7%にも満たなかったわけでございます。当時は米国は中国のことを決して本気で心配をすることもなかったわけでございます。ただ今日中国の GDP は 米国のもうほぼ7割でございまして、購買力平価ではもう逆転しているというふうにすら言われています。しかも2019年には特許の件数でも中国が米国を抜いてトップに躍り出ております。中国はさまざまなものを模倣して今日の経済を発展させてきているなどというような時代ではもう当分にそういう時代ではないと。 いうことでございます米中の力の接近という状況が続いていく以上中国脅威論というものが米国からあるいは世界からなくなるということはないというふうに思わなければなりません確かに今中国の GDP がアメリカのおよそ70%になっていますこれに対してどうも一瞬一つの学生数においては 大体どこの国であろうとアメリカの GDP の7割3分の2に迫ればどうもアメリカからは警戒されるあるいは何かを打撃を受けるという学説があるそうですしかし中国としてはあくまでも平和的発展を実現し実行してまいりますそれが習近平主席習近平総書記が繰り返し 述べられました、えー、中国では国際的に公平正義を求め人類文明共同体また新しい形の国際関係の構築を推進してまいりますそのために国際の公平と正義を守るために中国自身の平和的発展を守るために 中国は当然、えー、そのこれに異なる声に対しては中国は声,声を出して中国のおお主権安全発展の利益を守り自分の進むべき方向をあくまでも堅持してまいるものだ,だと理解しています。 中国の外交本来の特徴であったいわゆる対人の外交というものを大人の外交ですね前面に出して米国を導くくらいの気持ちで臨むことが重要なのではないかと思います。それははまさにとととか愛とかか愛愛あるいは嫌愛という中国のののつての方々の 考え方ににもも通じるののだとそのように思っております米中対立がこれ以上進む前に、地球温暖化の問題とか、あるいは新型コロナ対策で、両国の協力の実績を示すことが、私は極めて重要だと思っております第18回党大会以来、中国は人類運命共同体の構築と、一帯一路建設のイニシアティブを提起した。 中国は自身の発展によって世界の平和と発展を促そうとしている一帯一路の構想は2013年に習近平主席によって提唱されて以来今すでに世界本当に世界にますます大きく広がり現在までにすでに140の国 えー、また数十の国際機関と200余りのの協力の合意を結びましたさらに、えー、昨年、えー、新型コロナウイルスが世界に対して世界の経済と社会に対して非常に大きなマイナスをもたらしましたけれどもしかし一帯一路をめぐる協力によって、えー、むしろ ユーラシア大陸あるいはアフリカあるいはラテンアメリカ南アメリカにまでその産業チェーンサプライチェーンを維持保証するために大きな役割を果たしました。まあその実際の例として例えば中国大陸とヨーロッパを結ぶ貨物列車その数あるいは貨物量いずれも以前よりむしろ増えました。 これがまさにみんなのために利益福祉をもたらすものだとみんなますます認識してこの一帯一路はますます将来に向けても明るるいいい未来を見せていると思います中国という巨大な経済大国と欧州さらにアフリカを結んでいわゆるユーラシアを中心に世界中と結んで貿易と経済を 活性化をさせ途上国の発展も行っていくという一帯一路の構想は私は大変大きなものであり今日的にますます大きくなっていると思っております途上国の貧困の克服とかあるいは経済連携を通じた繁栄の拡大それらを通じて世界を安定させていくということなど 一帯一路は非常に無限の可能性を持っているのではないかと思います日本の一帯一路に対する認識まだ取り組みについて言えば時間的に一つの経過があると思います最初はどうも一帯一路とは何かとまあ少々疑念も警戒もあろうかと 私は東京で感じました、まあ、だんだんと話が実際に、えー、参加する国も増えてみんなのために利益に,になったと、えー、日本の方々も見れば、えーまあ、興味を感じて例えば私の話も聞いてくれて。 えー、その一部の企業がむしろ実,際実質的にに参加するようになりました一国主義とかあるいは保護主義デカップリングと懸念されているわけでありますが地域経済協力は世界史とアジア史の大きな流れであってこれに対して誰も抗うことはできないと私はそう思っています。昨年の11月 RCEP、地域的な、まさに包括的経済連携でありますが、この交渉が妥結をいたしました。日本や中国を含む東アジアの15か国が署名をして、世界の貿易の3割をカバーをすると、巨大な経済連携がますます緊密に協力することになるわけであります。私は日中の経済関係が 今後も連携を深めることに決して疑いを抱いておりません今畑山先生の話も私は大変賛成であります昨年来の新型コロナウイルスの影響ありましたけども中国と日本の間の貿易額がむしろ増えたあるいは在中の日本企業が ほぼ3分の2 6割以上上が利益を上げたですから在中の日本企業中国に投資している日本企業の絶対多数が中国市場で引き続き経営生産活動をしてあるいはまた拡大をしていくという意向を示しています。 これは日本のみなわず、米国の企業、ヨーロッパの企業も同じデータを示しています。今年、中国共産党は創立100周年を迎え、中国は小康社会の全面的完成という大きな目標を達成した。簡略的に言えば、28年かけて中華人民共和国の成立を 実現し、えー、さらに二十九年をかけて、千九百七十八年に、えー、改革開放政策の確立、えー、まあ中国特色のある社会主義はこうあるべきだと、こう進むべきだという道を探し当てたと私は理解します。それ以来四十数年の時間をかけて、えー、西側諸国の百年以上の 道のりをそのプロセスを早めて、えー、中国の現在の成果をも、えー、たらしました一つの大きな成果は、えー、貧困脱却、えー、つまり、えーまあ、およそ1億人ぐらいの貧困層のお対策をして絶対的な貧困からの脱却これは多分中国の歴史数千年に及ぶ 歴史的な課題を解決して目覚ましいまた輝かしい成果だと思いますこれがまさに中国共産党は人民のために人民のための政治を行うこの成果だと思います過去一世紀を振り返りますと我が国による不幸な侵略というものがございましたそういったものをはじめ中国は極めて大きな困難に直面をして しましたその度に中国の共産党が人民と共に困難を克服してこられたわけでありましてそのことに対して最大限のの敬意を表すするものでございますこれからも責任ある大国の政党として人類が直面するさまざまな課題の解決人類運命共同体だというその運命共同体の構築に ぜひ貢献をしていただきたいと思います。